朝日に話しかける、どれだけなら伝えられるの、まっすぐ伸びた光が私のところまで届く、おはよう、おやすみさえ、会えない時でもつぶやくのが好きだから、何も言わずに後ろから二人を照らす、あなたが差し出した手は心